はいじゃあ始まりました。ハイチのダラダラジオ第191回でございます。え今回、恋愛と結婚とラットビンプスっていうテーマです。まあ、書いてあるけどね、ライブに行ってきたんで、ちょっとラットのライブの内容も話そうと思ってるんですが、あのー、今日ね、この4月30日に今、サイスタの2日目、2デー、2デーじゃないや、2日目やってて、あと日本武道館が残ってるので、例えば日本武道館に参加する方とか、えライブの DVD を買う予定で、多分出ると思うんだけど、 それまでちょっとだけなんですけど、ラッドの,そのライブの内容を話すので、あのネタバレ要素あるんでね、ちょっとそこはうまく判断してもらえたらと思います。で、まあ、恋愛の話をします、今回は。まあ,あ、相談か多いっていうのもあるんだけど、昨日4月29日が、自分奥さんとの5年目、5周年の結婚記念日でね、で奥さんラ、ラッドが、 大好きなんで,そうで人生だからちょっとあのアルバム買った時にツアー日程が発表されてああ29日結婚記念日にしかも祝日ねあ土曜日でこれあとライバルじゃんと思って当たんねえかなと思ったら当たったんだよねそれがねそう運よくで昨日奥さんとちょっと行ってきてで子供はねちょっとおばあちゃんにお願いしてたら帰りがやっぱり子供のために遅くなれないんでアンコール全部は聞くことはできなかったんだけど。 でまあ、参加して本当に素晴らしいライブをね見せてもらいましたで特に、まあ、アルバムの曲が今回中心なのであれなんけど、あのーまあ、今アルバムあとあれだドラマの主題歌になってるよねなんだっけ綾野剛さんが主演のやつかなその「棒人間」っていう歌があってそれとかあと「週刊少年ジャンプ」とかあとはもうメジャーな曲すごいね昔から有名な曲とかもうねどれも素晴らしかったんですけど特にアルバムの中だったら「棒人間」と「週刊少年ジャンプ」はすごい好きな自分がね好きなフレーズが 詰まってるうんやっぱすげえ本当頑張っていかなきゃなって思わせてくれる曲だからそれを生で聴けてああよかったね本当によかったで「ラット」はボーカルの野田洋次郎さんっていう方は同じ自分と同じ85自分と同じでたあれだね十五年生まれなんですよ同じ年の生まれで,でやっぱりこう同じ年に生まれた人が活躍されてる姿って他の方よりもすごいこう感化されるものが多いの俺は。 そういういタイプでね芸能人の方とかもちろん YouTuber の方もそうでけど YouTuber の方ってあんま85年いないんだけど確かどうなんだろうわかんないけどうーんでやっぱりねすごいこう MC の話とかもそうだし MC もすごい面白くて面白いのとすごいこう真面目な話というか心に響く話もしてていやかっこいいなって素直に思ったしいや頑張ろうって思わせてもらったで すごいね。いや、生意気なこと言うよ、こんなこと言ったらさ、ほん当に、ファンの方とか、いやいや、てめえ、誰だよみたいな感じになるかもしれないんですけど、自分もいつかこうやって自分のね、今やってることを頑張っていったら、いつかどっかでつながって、なんかお話でさせてもらえる機会がないかなとかね。でもそれは、自分はね、頑張ってたらいつか可能性はあるんじゃないかって、どっかで思ってる人なの。それは、相手が野田さんだけじゃなくて、うーん、いつかどっかでつながるんじゃないかな。頑張っていった先には。それが 1>, 1年後なのか5年後なのか10年後なのかは分からないけどうん足を止めずに進み続けたらそこに何かの道がつながっていてっていうのは思ってるだからそれはバカにされても別に気にしないし俺は本気で思ってるからねでも一回本当に対談というかちゃんとお話をしてうーんなんかねしたいなってずっと思ってる方だったんでまあその方のライブにね自分はラッドのライブは初めてだったからうん行けて本当に良かったですそう MC 最高だったよ MC そう <laughs> ライブの曲もね本当に素晴らしかったかっこよかったよ、うん、で今回、まあ、結婚記念日なこともあって昨日でそのラットのライブのこともあったからちょっと恋愛について話すんですけどざっ,くざっくりねで相談が多いんです8割女の子だけど恋愛の相談っていうのはで言いたいことはいっぱいあるんだよいっぱいある恋愛の相談ってね こうパターンがいっぱいあるからさ言いたいこといっぱいあるんだけどひとまずみんないい恋愛もまあ結婚はまだねないけどみんな学生はほとんどね恋愛と,えと友人関係友達の関係っていうのはまず自分のためにしなよみんな自分のため自分のことはさておきまずは相手のため素晴らしいんだよ素晴らしい俺もそういうタイプだからきっと自分で言ったごめん <laughs> でもね分かるんだその気持ちはけれど 自分がその相手といることで幸せになることが相手の幸せなんだってことをまず覚えてほしい。思ってほしい。もう一回言うよ。自分とある、まあ、だ恋人にしよう。付き合ってる、まあ、相、ま、手、あ、恋人にしよう。<laughs> ね、いたときに、自分が幸せでいることが相手にとっての幸せなんだって。自分を犠牲にして相手を幸せにするんじゃないんだって。それって相手にしたら辛いよ。特に恋愛においては。 っって思って思るのそういう風にそれを伝えたい恋愛相談が多いからさ。で友人関係もそう。学校っていう狭いコミュニティ例えばじゃあ中1、高1だったらさ、あとまあ2年以上あるわけじゃん。だから、変な風にしたくないのは分かるの。分かる分かる。だから、そこは無難なところを通ってほしいっていう気持ちもあるんだけど、でも、その友達、もういるのがすごい辛い。でも、付き合いでいなきゃいけないみたいな。そういうのは。 ある程度切ってってていいと思う自分は、うん、自分のために友人はいててほしいよ自分がこいつと一緒にいたいって思うのが友人だからと思うんだよね確かに本当に学校っていうのはさ1個いじめのなんか火種ができるとそれが広がる可能性があるんだよその1個何か1個したことによって学年全体に嫌われるみたいなそう自分そのパターンだったからね中学の時それでいじめ受けてたパターンだったからわかるんだけど でも、振り返った時に、その、自分の相手の周りの顔色をうかがって生きてたよりは楽だったかなと思う。俺は。辛かったよ。いろんな陰口言われたりとかさ、めんどくさかったし、辛かったし、学校行きたくなかったし。うん、でも、自分がこいつと一緒にいたいって。で、例えば、信じて相手に嫌われるってすげえ辛いことなんだよ。辛い。信じてたから余計にね、恋人も友人もだけど。でも、そこはちょっと切り替える。 自分はどう切り替えるか。それは自分の見る目がなかったんだなって思うだけでいい。そしたら次に生かせるって。俺あんまりへこまないもんだから。だって信じるときは本気で信じるよ。自分は友達少ないよ。友達ね、本当に少ない。多分みんなが想像する半分以下しかいない友達がいないんだけど、で、そういつらのこと本気で信じてる。で、もし、そういったらに騙されてるとか、裏切られたってなっても、多分俺はへこまないと思う。 いや一瞬へこむかな。うん。凹む。一瞬はへこむわ。でも多分すぐ戻れる。なぜなら、その信じてた自分も信じてたもん。本気で信じてたから。だからこそ、見る目がなかったんだよ。って思えば次に生かせる。うん。さすがに32年生きてるとね、そういうこといっぱいあるんだよね。あるある。あるけど。でもそうやって、まあ、精査されて数がどんどん少なくなってた友人だけど、でも今残ってる友人は、 でも間違いないこれ、本当に、まあ裏切られない自信もあるし、裏切らないし、そいつらのこと。うん。いざとなれば、まあね、自分を盾にしてというか、自分を犠牲にしてってよくないんでよくないけど、必要であればそれができる。そいつらのためだったら別に。もちろん家族のためできるよ。うん。だから、その、もちろんこのね、恋愛相談今までしてくれた方の中で、返信いってない方いっぱいいると思うんでよ、俺のメールが。いってない方いるんだけど、で、この、 俺のこのアドバイスというか一言が全然響かない方も多いと思うけど、ひとまず恋愛も友人関係も自分のため。自分が幸せになる。自分がハッピーになる。自分にプラスになる。それがまず大前提になってほしい。ただ、自分の得だけ考えてる人間に騙されないようにしてもね。騙されないようにしてね。いるから、悪い男、悪い女。いるよ。そこの見かねも必要だけど、うーん、と思います。 で、結婚に関しては、もうみんなに、先じゃんね。イメージできないでしょでももしかしたら今結婚したいって思う人がいるかもしんない。付き合ってる人と。思うね。子もいると思うんだよ。で、そうまあ今回そこの話っていうよりも、結婚をなんか一生したくないっていう人も今多いんだよね。そうそうそう。生涯独身っていう方が多い。日本、日本は多いからさ。で、それがさ、いいのか悪いのかみたいなのあるじゃん。少子化がどうのこうのっていろいろ言われてるけど、 いや、個人的にはどっちでもいいんだって。そう。それはだって個人の自由だもん。いいんだけど、俺は一個人として。一個人としての意見として聞いてね。結婚はした方がいいと思う。うん、俺は。結婚して得られるもの。それは、えっ、ー、と、結婚したことによって起こる、まあ問題というか、辛いこともたくさんある。そう。あるよ。あるけど、それをひっくらめても得られるものってやっぱ大きいんだよね。 でその得られるものが大きい相手になるかどうかっていうのはやっぱそこの,そのなんだ奥さんとか旦那さんになる相手との人間関係によるそうでそれが相手に尽くすだけになってしまうとやっぱりつらい,辛いまあそれがねそれが自分の幸せですっていう方はいいんですけどそういう方もいるからさ友達にいるんだけどうんまあ、友達は嘘だ知り合いだ <laughs> 今ね一人イメージしたんだけどそ友達じゃねえなと思ってごめんごめんだな だから個人的には結婚はした方がいいと思うだよねそうなんかやっぱさ恋愛とか結婚が人生にとって邪魔だっていう方も多いんだよねまあ読んでるとさそういうブログとかさ記事読んでると気持ちわかるんだけどでもダメだいいなんだダメだ絶対,しなきゃダメ絶対しなきゃダメだとか絶対しちゃダメだっていうその両極端に振り切る必要ないじゃんと思うんだよその辺の論争ってそうだよ うん、だからまあ一個人としてはした方がいいと思うよして得られるものが大きいよっていうのは思うから俺はただし結婚っていうのはまあねご存知の通り恋愛は別れても別に問題ないですよねそんなあいつ元カレ何人いるんだぜとかって言わなきゃバレないからそんなでも結婚は法律上になるから法律上っていうかなるから罰がつくからね別れたら罰1とか罰2って言うでしょ離婚したことがあるんだっていうのはもう分かっちゃうからさ だから、選ぶ相手はちゃんと見極めた方がいい。勢いで結婚しない。うん。いや、勢いで結婚してさ、持つ人もいるんだよ。付き合って3日で結婚して、10年以上つき連れ去ってる人とか知ってんだけど、それ、ね、本ほんとなケースだよ。そこまで行くのは。うん。だから、しっかり、もうね、ほんとね、なんだろう、もうこの年になるとさ、まあ、ね、学生のみんなとこう、まあ、このネット上でもそうだし、まあ、仕事でもそうなんだけど、こう、接することがあるから、思うのはね、本当に思うのは、幸せになってほしいんだよね。 マジででほんと幸せにななってほしいいろんな意味でさだからそのためにもこうしっかり見極める勢いとかそういうだけでね付き合ったり結婚したりはせずに、うん、見てほしいなと思いますはい <laughs> まあそんな話でちょっと長くなっちゃったけど、まあ、ひとまずは、まあ、自分のためにっていうところを忘れないで生きてってください、はい、と思います では、ちょっと長くなっちゃったけど、今回はね、愛知のダラダラジオ、テーマ、恋愛と結婚とラッドウィンプスで喋らせていただきました。え今回もね、最後までご視聴いただき、本当にありがとうございました。次回は5月1発目だね、ゴールデンウィークの時かな。まあ5月なんで、まあ、5月こんな風にやったらいいよ、みたいな話ができたらなと思っておりますので、まあ、もしよかったら次回の方も聞いてみてください。では、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。